こんにちは。今日は11月に購入したプチプラ系のコスメを紹介していきます。はじめにリピート品ですね。はい、こちら松清で購入しています大きめサイズピュアコットン130枚入りですね。こちらはリピート購入になってまして、ストックで2箱買ってきました。これはね、朝のスキンケアの時に主に使っております。そしてコンタクトですね。ちょうどモアコンタクトで一気に購入しました。こちらミッシュブルーミンの、ワンデーのものですね。色味が茶モイスミューズかな、あとはリュプスモカ、最初の同じなんとかミューズと2箱ずつですね。こちら茶色系のとちょっとグレーがかったものを2箱ずつ購入しました。ミッシュブルーミーはね、結構前に使ってたことがあるんですけど、これ確かね、3箱買うと1箱無料ぐらいの、なんかねちょっとキャンペーンやってたような気がします。こちらを購入しました。そして大好きなフランミーですね。パッケージが変わってめっちゃ可愛くなってる。どっちかがね新色だったん、どっちも新色かな。しばらく買ってなかったんですけど、フランミーのこちらは30枚入りのもののワンデーになりますね。シェルサンドミルクっていうものとシェルサンドブラウンですね。どっちもこうちょっと縁がかかったやつで、ブラウンの方がちょっと明るめに見えるかな。こちらを買ってみました。いつもはねドーナツブラウンとかモカみたいなやつ買うんですけど、ちょっと新しいのを買ってみました。でコンタクトつながりで、はい、リピート品ですね。アイボンのダブルビタミンプレミアム、今ならキャップが1個おまけで色違いのものがついてました。はい、こちらを購入しました。そしてこういうの初めて出すかも。サイオスでいいのかな、サイオスのカラートリートメントのライトブラウンですね。まあ要は白髪対策ですよね。私もそんなに白髪多いわけでもないけど、やっぱねこう、目立つなっていうか、こう自分で気になり始めたぐらいに、だから半年とか4、5ヶ月に1回ぐらいこう泡でできるクシュクシュっと揉み込むタイプの白髪染めやったりするんですけど、まあそれぐらいのペースぐらいなんですけど、まあそれをやるのをめんどくさい時とかにこういうカラートリートメントって楽でいいのかなと思って、しかもたった1回で白髪が染まるっていうから、まあ、だったらそんなめんどくさいこう10分20分待ってってやらなくてもいいのかなと思って、ちょっと試しで買ってみました。私結構表面はわからないんですけど、結構髪かき上げた時とか耳にかけた時とかのこの内側の毛のところにこう結構こっそりいるので、だからまあ普段はね短くてこう下ろしてるからいいんだけど、たまにねちょっとこう結んだ時とか、まあそんなまだ結ぶほどの長さじゃないからあれだけど、やっぱねこうちょっと分け目変えた時とかに白髪がピロピロっと見えるのが気になるので、ちょっとこれ買ってみました。なんだろうね、やっぱ年のせいなのかな、それかなんだろう、仕事のストレスなのか、ここ 1,2 年で結構白髪が気になるようになってきました。はい、こちらまた洗顔買っちゃいましたね。ストックあるから買わないとか言ってたんですけど、これ見たことなくて買ってみました。どちらもクレンジングリサーチのもので、こちらの黄色い方がスクラブタイプシトラスエキスインで、一応メイクも落とせるみたいです。毛穴すっきりさっぱりツルン肌ということで、ビタミン C が入ってるのかな、ウォッシュクレンジング C ですね。3 in 1のものになってます。そしてこちらも同じスクラブ入って泥と炭が入ってるものですね。
角質ケアの洗顔になってます。スクラブ洗顔ですね。ウォッシュクレンジングブラックになります。こちら買ってみました。今スクラブ洗顔がね、もうあとストックが1個しかないので、まあなんかスクラブタイプのもの欲しいなと思ってこちら購入してみました。そしてボディーソープいこうかな。これらを購入しました。よいしょ、まだあります。5本買いました。5本っていうか、これはね、間違って2本買いましたね。別日に行って、あ、これ買ってないと思ったら実は買ってたっていう、ちょっと間違いを犯してしまいましたが、でもいい匂いだったんで OK です。こちらハウスオブローゼの冬の限定かな、ウィンタープレジャーボディーソープで、白ぶどうとシトラスの香りですね。350ミリのものになります。これが間違って2本買ってしまったのと、そしてこちらも限定の香りですね。ハウスオブローゼの和梨の香りです。すごい結構梨の香り強めでしたね。楽しみ。もうね、まあボディショップもそうなんだけど、ハウスオブローゼも毎回こう限定の匂いが出てくるから本当に楽しみ。12月にね、なんかスクラブが復刻なのか、一気に新しいのが限定のが出るのかわかんないんですけど、確かね一気に出るので、それもちょっとね気になってますね。こちら、はい。そしてこの2つが、ザ・ボディショップの冬の限定のボディーソープですね。一応ちょっとね気にはなってたんですが、一応匂いを嗅ぎに行って大丈夫そうだと思ったんで買ってきました。ボディーソープだけですね。他のまあボディーヨーグルトとかボディーバターはまだちょっとね余ってるし、なかなか消費が進まないので、ボディーソープだけ買いました。今回はワイルドパインというものとスパイスオレンジですね。どちらも250ミリのものになります。これもね順々に使っていきたいと思います。そして化粧水関係、はい、こちらは、ナンバーズインの1番のトナーになりますね。拭き取り化粧水ですね。で、まあ私拭き取り化粧水大好きなので、いろいろと買い漁ってるんですが、最近ね韓国コスメがイオンだったりとか、まあロフトだったりとか結構幅広く置いてあって、まあこれも本当は Q10 で買おうかなと思ってたんですけど、普通に売ってたのを発見したので購入しました。これも順次使っていこうと思います。はい。そしてこちらはマツキヨのブランドなのかな、導入美容液になりますね。60ミリのサイズになりますが、まあ乾燥だったり化粧水の浸透の悪さを、補正してくれるようなもので、ナイアシンアミドが最高濃度配合って書いてますね。一応商品名はウーマンメソッドトリプル A モイストインテンシブブーストセラムだそうです。潤い染み渡るみずみずしいジューシー肌へということですね。うん、導入美容液の方もいろいろと買い漁っているが、これがすごい良ければね、通販とか利用して買わなくてもドラッグストアで買えるからいいかなと思って。これぐらいのサイズ本当使い切りやすくてちょうどいいですよね。大容量のもいいんですけどね、やっぱね途中で飽きてきたりとか肌質が変わってくると使うの止まっちゃうのでね。そしてコスメ化粧下地系をね2つ買いました。こちらはね新しく発見して、まあ前からもしかして出てたかもしれないんですけど、タイムシークレットの赤みカバー用の、グリーンの化粧下地ですね。毛穴とか凹凸の補正にも効果がある化粧崩れの防止下地だそうです。 30g 入ってますね。商品名はタイムシークレットミネラルプライマーベースのグリーンですね。一応崩れと乾燥防止の効果が入ってます。一応 SPF が 23PA3+ ですね。はい、こちらを購入しました。
そしてこちらは、豆乳イソフラボンのスキンケア UV 下地ですね。石鹸でもオフできるもので SPF が40、PA が3プラス入ってるものです。美容液成分が 82% 入ってるもので、まあこれから冬の時期で、まあ私結構毛穴ケアの下地だったり、まあサラサラするようなものとか、あとはまあこういう赤み消し系の下地は多いんですけど、あの保湿下地ってあんまり持ってなくて、でまあネットでね保湿下地のランキングとかこう見た時に、まあプチプラで結構上位にこれが入ってたので、ちょっと今年は10月ぐらいから結構乾燥が結構強くって、肌も結構突っ張ったりとかが始まるのが早かったので、ちょっと保湿特化した下地を1個まあ安いものでいいからちょっと欲しいなと思ってこれちょっと購入してみました。まああとはねこれにパウダーだけっていう日も全然ありだと思うので、これどうかなと思って買ってみました。もう一個美白系のも気になったんだけど、まあ保湿だったら冬しか使わないしこっちでいいかなと思って購入しました。はい、では他のコスメなんですが、先にはい、こちらキャンメイクの新しく出たクリームチークのマットタイプ M02 ですね。あれ、これ先月買ってなかったかな、私 M01 と02と買ったような気がする。またダブって買っちゃったかな。あ、なんか嫌な予感。これ1個だけ残ってた。あれ、まあとりあえず買いました。あ、なんかダブってる気がするな、嫌な予感がするこういうことよくあるんですよね。はい、セザンヌですね。セザンヌからマスカラリムーバーが出てまして、すごいちっちゃいサイズなんですよね。このリップティントと同じぐらいの大きさで、なのでこちらはちょっと小さいから2個買ってみました。これでねすごく効果が良ければ安いしいいかなと思って、こういうねコームタイプのものですね。そしてこちらはセザンヌのティントリップ、新色の8番カフェブラウンですね。購入してみました。これなんか店舗限定って書いてたけど、結構どこ行ってもちょこちょこ見かけたけど、一番今までの中では結構濃いめのブラウンですよね。こちら冬とかいいんじゃないでしょうか。買ってみました。そしてこちらもね見つけまして買いました。セザンヌのフェイスグローカラーの01番アプリコットグローですね。01ってことはね他の色も出るのかな。まあすごくねオレンジっぽいのとベージュっぽいハイライトで使いやすそうですよね冬は。こちらを購入しました。そしてエクセルです。エクセルの新しいチークですね。順番はどっちだ。サナエクセルオーラティックブラッシュの AB06 番ブレックファーストと、感じのちょっとブラウン系かな。でこちらがサナエクセルオーラティックブラッシュ AB07 番のキャッチミー。こっちはねちょっとねピンクベージュっぽい感じかな。どっちもねでもね可愛くてね、本当はね7番だけでいいかなと思ったんだけど、こっちのちょっとベージュブラウン系も可愛くてどっちも買っちゃいました。これいいですよね。そしてこちらも限定のリップベルベティストサナエクセルリップベルベティストの LV10 番ブリオットチェリーですね。こちら購入しました。最後になります。ロージーローザのパフですね。こちらは BBCC とかにも使えて、まあ
クッションパフにも使えるかなと思って購入しました。11月もちょっとたくさん買っちゃいましたね。11月の購入品紹介は以上になります。ご視聴ありがとうございました。